こんばんは、テレビ東京の佐久間信幸です。乃木坂46の新内舞さん、和田真彩さんお疲れ様でした。2019年7月3日水曜日、この時間は私、テレビ東京の佐久間信幸が日本放送からお送りしてまいります。いや、7月に入りまして、これ下半期ですよ。学生リスナーは早く来い来い夏休みってことなんでしょうけども、あのね、ずっと働くんですよ、僕らは。<laughs> マジでほんと、学前としたね、大学から社会人1年目になった時。 7月ずっと働くんだと思って。<laughs> いや、だからもう下半期の目標も立てようかと思ってんのよ。上半期はこの夢がたくさん叶ったからね。だし、上半期結構大きいことがあったから下半期は、まあ、あの目標は些細なことにしようと思ってんのね。間違いなく一個だけ。お弁当がうまくなるっていう。<laughs> あのね、この間ついに娘が俺のおかずを残すって事件が起きたのよ。ちょっとね、 どうやら、俺、オールナイトニッポン終わった後に作るじゃん。労働者の弁当になってんだって。しょっぱいんだって、味付けが。<laughs> 俺、疲れ果てて弁当作ってっから、全部塩辛いんだって。それでこの間ついに残されたらしくて、それを嫁が、あの、なんかちょっと残してたよっていうふうに、奥さん教えてくれたの。うわーショックだわぁ、つっ,った後、娘が、奥さんに、ちょっとお父さん傷つくからそういうの言わないでもらっていいって言ったんだって。 超いい子じゃない <laughs> <laughs> あの、あと、テレビ的に言うと7月クールがスタートするっていうことは、まあまあ、バラエティはたいあの、半年クールで変わったりするんで、ドラマですよね。7月クール。一番注目なのはね、やっぱ、まあ、に、な、何、テレ東の俺が言うことじゃないけど、TBS なぎの多いともね。<laughs> 一番楽しみ、うん。原作もさ、超面白いしさ。 あのー、で、主演が黒木春さんでしょで、あのー、あれね、空気を読みすぎる OL が、それで倒れちゃった OL さんが、あのー、なんか自分の時間を取り戻していくみたいな優しい物語なのよ。で、これすごく面白くて、で、そのパワハラ系の彼氏が、えー、誰がやるんだっけなえー、あれだ、高橋一生さん。で、その、隣室の隣あの、その、ナギの隣にいる、あのなんか、女がみんな好きになっちゃうような隣人を、 中村智也さんがやるから、キャスティングもバッチリ。<laughs> <laughs> 一番楽しみ <laughs>。あと、あなたの番です。日テレのあなたの番です。のツークール目もすごいも楽しみで。あれって実は、あなたの番です。の脚本書いてるのが福原光則さんって言って、俺一緒にシックスっていうコントからドラマに繋がるやつやってて、で、その時からもとにかくセリフが面白かったから、だからやっぱ、あなたの番です。ークール目に入ってどんどん盛り上がってきてるから、すげえ楽しみだなっていうふうに思っております。 そんな中ですね、2019年上半期のテレビ番組出演ランキングが発表されたんですよ。だから、まあ、やっぱり上位陣は変わんないよね。トキオの国部大使さんが出演回数359回で総合トップ。で、2位がバナナマンの下田さんで314回。で、3位が坂上忍さんで311回でしょ男子ご飯の国部さんね。<laughs> <laughs> 俺たち、俺は1年に1回テレ東音楽祭とかでわしか会わないけど、やっぱ国部さんってすごいのよ。あの、 俺昔、あの、ジャニーズの番組やってたことあって、ジャニーズ5区みたいなる東京ライブと番組やってて、嵐だったら相葉さんとか、関ジャニだったら安田くんとか、ニュースだったら小山くんとかと、なんか、土曜日、あの、帯でやるみたいなことがあった時に、やっぱジャニーズの人ってすごくてさ、あの、例えば相葉さんと仕事してると、桜井さんと全然違うとこですれ違っても、相葉がお世話になってますみたいな。すごいのよ。それで、まあ、例えば、関ジャニ村上くんと会っても、 あの、あ、そもそも安田がお世話になってます。すごいなと思って。ただ国部さん。うちの子たちがお世話になってます。<laughs> <laughs> <laughs> もうだからもうその <laughs> 国部さんだけスケールが違う挨拶が <laughs> 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 っていう国部さんね。で、国部さん以外とは、まあお仕事したことあるんだよ。まあ、で、まあもちろん設楽さんとか坂上さんとも番組,は番組やったことあるし。で、帯番組 MC 以外の最上位が6位の有吉さん。 NHK 含めた全地上派局でレギュラー番組持ってんの、ね、<laughs> 怪物だよ。<laughs> いや、だってさ、国分さん、設楽さん、坂上さんで大吉さん、羽鳥さんが5位までね。全員帯やってんのよ。帯やってなくて、<laughs> 278本も番組やってんだよ、有吉 <laughs> さん。すごくね有吉 <laughs> <laughs> さんの次が林修さんね。<laughs> ああ、だからすげえよな、この辺。 いやー、あとね、11位に、11位に瀬戸康二さんが入ってんのよ。<laughs> 満腹とかデジタルタトゥーとか、なんかそういうので入ってんだけど、はい、俳優さんが入ってんのすごいよね。で、その後、小峠、ジャンポケ斎藤っていう、この辺から急に、使い勝手がいいやつ <laughs> この辺から、使い勝手がいいやつ枠になってくるっていう <laughs>。小峠、ジャンポケ斎藤、澤部ってなってくるから。<laughs> なってくんだなこれなあああ、だかあとブレイクランキングも見たら、1位はやっぱ下振りなんだけど、142本増えたんだって。半年間ほぼ休みになってたもんね。すごいよね。で、2位が有働さんで、これは多分ら、あの、あれだよね、ニュースやってるから。で、3位がもう、社長方ここで4位、EXIT なんだよ。EXIT って、1年前ゴッドタン出た時、万の仕事もない、テレビ初出演だって。すごくない で、エくゼッあってさ、いや、佐久間さんおさ、おかげで様です。何でもやりますみたいなこと言って、この間電話したら、全然スケジュールいねえの。<laughs> <laughs> 全然ハマんねえの。<laughs> すげえなあみんな。下半期のランキングも騒がせそうですね。楽しみですよ、下半期のランキングも。ということで、今週も始めていきましょう。佐久間伸之のオールナイト日本。ニッポン止めて止めて。止めて。<laughs> ごめんごめん。 絶対ダメだ、俺。絶対ダメ。<laughs> ごめん、ごめん、ごめん。うわ、危ね、危ね、昇格してた。<laughs> 危ね、危ね。うーわ、危ね、危ね。事件簿、事件簿。<laughs> 危ねえ。危ねえっていうかもう言っちゃってっけど。<laughs> もう一回やらして。もう一回やらして。<laughs> 危ねえ<い>。危ねえ。いやー。いや下半期のランキング楽しみですね。それでは今週も始めていきましょう。<laughs> 佐久間信之のオールナイト日本ゼロ。 テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間信之のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。えー、メールが来ています。ラジオネームつぐみ。まあ、おめえの弁当がしょっぺい話はどうでもいいんだけどさ。ゴゴロードメガシャークバーサスジャイアントオクトパス。巨大生物頂上決戦を放送したのは、認めざるを得ないわ <laughs>。<laughs> メガシャークバーサスジャイアントオクスパ、オクトパスか。見逃してんな。超見てえわ <laughs> 超てーー。超見てえな。 えー、ラジオネームかき氷。ゴゴロードだけどさ、そろそろベイブ、またやってくんない <laughs> 最近あんまり泣いてないから、思いっきり涙流してみたいんだわ。よろしく頼ます。<laughs> あのさ、もうこんなこと言いたくないよ。タイトルコール間違えたことはいじってこいよ。<laughs> なんでゴゴロードに食いついてんだよ。ゴ <laughs> ゴロードじゃねえだろ。な <laughs> んなんだよ。あ、ねこんなメールも来てます。ラジオネームかもしかん。 以前、伊集院さんとラジオで共演した時に、大ファンだからという理由で質問攻めしたら、伊集院さんから二度と共演はないと言われた神田松之丞が、伊集院さんにはまりまくった佐久間船長と自分を比べて、何が違うのかなと、自分のラジオでぼやき倒してました。<laughs> 船長何が違うのかバシッと言ってやってくださいよ。俺はちょっとわかんねえけど。<laughs> 俺聞いた聞いた。 俺、だって俺ってか、まあ、神田松路のラジオ好きだし、だって好きだから自分の番組出したぐらいだから、滝沢カレントね。で、で、そのラジオ聞いたのよ。で、聞いたら確かに、えっ、ー、と、まあ、神田松路ここのメールにあるようにあれなんで、ね、伊集院さんをなんか2回ぐらい会ったけど質問攻めにしたから伊集院さんとなんか、ま、ぎくしゃくしたみたいなのがあって、まあ、確かに俺のところで結構楽しくやった、やってましたよってメール見て、佐久間さんは盛り上がりましたか俺は何がまずかったんだろうなとか、<laughs> 確かにラジオ聞いたっぽくて、 楽しそうだったな、ハオーとかずっともう後半10分 <laughs> 言ってたのよ。で、何が違うんだっていうと、何がかは違わないかもしんないけど、俺も,も分かんないかったんだけど、一個ツイートで感想があって、あ、これだと思ったのがあったのは、北風と太陽だっていうのよ。神田松之丞さんは、北風でどんどん風を吹かしてハオーを脱がそうとしたの。そしたらハオーが、ビュービュー風吹かしてんじゃねえって言ったんだって。で、俺がね、太陽。 <laughs> 明るくて楽しく話してたら、覇王が勝手に抜いてくれたんですよ。だから松の嬢さん、北風と太陽です。<laughs> いや、ということですよ。あのー、あと、これ以上長く話すと、あの人めんどくさそうだからやめる <laughs>。<laughs> <laughs> ただ面白いからね。あの、面白いからね、松の嬢君も。で、今週、そうそう、今週ね。 発売のブルータスの人間関係ってコーナー、ブルータス雑誌のブルータスね。そこの人間関係ってコーナーがあって、それはなんか、えー、有名人が誰か一人呼んで、その関係を写真で撮って、軽くだけなんか、えっ、ー、とー、紹介と、まあ、ほんのちょっとインタビューが載ってるみたいなコーナーで、それが女優の岸雪野さんっていう人に、まあ今売れっ子の女優さん、愛は愛がな、なんだとかの主演の。で、俺が呼ばれたの。で呼ばれてたんだけど、呼ばれた時に、そこの呼ばれたその文面に、 篠山ヤマさんが撮影しますって書いてあったの。<laughs> え <laughs>、うん、うん篠山に撮られるの俺写真撮って <laughs>。<laughs> そんなサラリーマンが、サラリーマンのただのおじさんが、篠山ヤマにグラビア撮られるって、脱ぐのかなって思って <laughs>。シ <laughs> <laughs> 山さんって言ったらね、歴代の宮沢りえ、樋口かなことが抜かしてきた人でしょ <laughs> <laughs> もうだからもう、と思っだから、でも半信半疑だったのよ。 その、ブルタンズのコーナーもよくちょん、と知らないから。で、篠山騎士にグラビア取られんのか。でも半半闇だなと。まあ、もしかしたらアシスタントとかなとかと思って。で、待ち合わせ場所というか撮影場所の喫茶店に行ったの。そしたらもう篠山騎士がいんのよ。ドーンと。<laughs> あの、もじゃもじゃ頭の篠山騎士がいて、もうセッティングしてんの。<laughs> どでかいカメラ持って。なんかレトロなどでかいカメラかなんか持って。で、岸ゆきのも来て。で、あ、久しぶりです。岸さん、ごお指名ありがとうございますっ。つって。 そしたら、もう、篠山信さんすごいよ。佐久間さん、あの、タレントとか女優相手に一番ムカつく時ってどういう時って急に言って。あー、あの、うーんー、まあ、説明してんのに見えませんって言う時ですかねとかつったら。はい、それ。じゃあ、それ撮ります。座って。つって。えー、岸井さんちょっと見えない顔して,て。後ろでちょっと、あの、佐久間さん。そうそう、そのぐらいかな。えー、ちょっと動いて。あの、なんだこいつ難しいなって顔してください。お、はい、わかりました。つったら、 はい、撮ります。えー、っと、この辺か。よしっつってパシッと。で、しかも、レトロなカメラだから、あの、確認もできないよ。だからもう、この辺かよしっつって。あいよいよ、撮れただろうっつって。で、1枚撮って。全く見ないで。で、そんな感じで。じゃ、佐久間さん、次はちょっと、もうちょっとめんどくさそうな顔して。はい、ええー、よ。ああ、いいね、いいね。あ、この辺か。よしっつって撮って。4枚撮ったの。撮れただろう終了っつって。4枚しか撮んないんだよ。すごくない <laughs> 衝撃だなと思って。これさ、でまたちょっと冗談交えて。これフィルム高いから、このカメラ。古いから。4枚しか撮んないやつ。超かっこいいよ。<laughs> うわーと思って。で、そしたら俺の、俺と岸井さんの隣に座って、篠山さんがね、急に、俺が、俺がうわーって顔見たんだろうね。あ、ちょっとしゃ、教えてあげた方がいいかなって感じで。いや、さ、できるだけ構図とか表情を追い込むけど、最後は、こう、どうなるかわかんねえな。このぐらい余白残して、えいやっていう、 そこにしか奇跡は起きねえんだよ、つって。<laughs> 超かっこよくない <laughs> あの、追い込むだけ追い込んで、最後わかんない、そのわかんないが二度と撮れない写真なんの。あのね、デジタルで何百枚も撮る中にはね、一枚もいいのない。<laughs> うーわーみたいな。すげーと思って、超かっこいいっすねって言ったら、その後、まあでも、俺が失敗しても、 これでいいだろっつって反対するやついねえから <laughs> <laughs> そらそうだっつって <laughs>。で、なんか、ずっと前かなんかに、明らかに雨で、外で撮ってる時に、ほんのちょっと傘が入っちゃったんだって <laughs>。あの、ビニール傘が <laughs>。で、それを、俺ね、佐久間くん、味だって押し通した <laughs> 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 面白えなぁと思って、やっぱレジョン、レジェンドクラスっていうのは、やっぱもう、 そのいう逸話がガンガン出てくるんだなと思って、だから篠山さんと今撮った岸さんとの写真が、えっと、ブルータスに載ってるんで、それ4枚しか撮ってないから、すごいから見てほしいっていうのと、あと近況で言うと、僕来週人間ドック行くんですよ。で、人間ドックに行くんだけど、ちょっと言うすげえ憂鬱なのが1個あって、俺人間ドックがトラウマになってるでことがあって、それが、まあ、一昨年ぐらいなんですよ。一昨年ぐらいにあった、その人間ドックトラウマになった出来事があって、 人間ドックに行く前日の夜、急にもう体調悪くなったの。もう体が胃のあたりがうわーってなって、急に。それで、内臓がすぐ重くなって、でも逆に心配だから、そういう時い、本当はキャンセルした方がいいかなと思ったんだけど、逆にこれ、何かあるかわかんないから、ちょうどいいか見てもらおうと思って、人間ドック行ったんですよ。で、体調悪い中、まあ、血液検査から色々見てもらって、で、ラスト胃カメラじゃん。で、ラスト�カメラだし、で、とう、俺、とにかく胃カメラが苦手なの。 喉チンコがほら、ここでも話したけど、必要、人以上に、人並み以上にでかいから、だからあのー、おえってなっちゃうのよ。あと、喉チンコも向けてっから。<laughs> でかちんだから喉チンコ。<laughs> おえってなっちゃうの。<laughs> かっこよくね <laughs>。反射的にえずいちゃうのよ。だからもう覚悟して、決死の気持ちで <laughs>、向けてるからもう意味わかんねえけど。<laughs> <laughs> チンコでかくて喉ハえってハハハなっちゃう <laughs> <laughs> なっち,ちゃうんだよ <laughs> でまあ覚悟してね決心の気持ちで始めたのでう鼻からさズルズルズルカメラを入れてで麻酔だからよだれだらだら垂らしながらとにかくがまあもうちょっとこれ喉こんな5分ぐらいとかで終わるかなと思ったら医者お医者さんがねおじいちゃんのお医者さんなんだけどちょっと変なわけ「ん?」って言い始めて。 って言って、何回も見始めるわけで、普通の感覚だともう終わってるはずなんだけど全然終わんなくて、そしたら急に、あれって言ったの。<laughs> あの、医者のあれってもうダメじゃん。<laughs> 超怖いじゃん。えええ,えと思ったら、あれあれんんって言い始めて、で、看護師を呼び始めて、ちょ、看護師さん呼び始めて、で、これを二人で見てそ、ね、そうだよね。えそうだよねって言い始めて、やっぱそうだよ。 え、嘘でしょって言ったのよ。<laughs> もうさ、<ー>結構でかい声の嘘でしょってさ、もう、いや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 じゃん。でも俺も、もうさ、横になりながらさ、嘘でしょってどういうことなんだろうな <laughs>、と思いながら <laughs>、え、教えてほしいな。でも知りたくないなと思って、嘘でしょはもうダメだろうと思ってたら、あの、でも口にカメラ加えてるから、うーんしか言えないの。そしたら、どんどん、あの、誰々さんも呼んで、つって、看護師さん結構3、4人呼んできて、で、モニター見始めて、ちょっと来て来て、つって。 見て見て、見て見てって言うから、あ、俺もしかして死ぬのかなと思うじゃん。<laughs> やっぱりだ、それは。<laughs> そしたら、で、看護師さんたちもうわーって言ってんの、ね、よ。テンション上がってんの、ね、よ。何が起きたのかなと思ったら、ぐるって、そのモニターを俺の方に向けて、結構なテンションで先生が、佐久間さんここ見て、これ、これよく見て寄生虫のアニサキス <laughs> アニサキスがね、佐久間さん、生きてる 今、まさに、あなたの胃を食い破ろうとしているっつって。<laughs> <laughs> これから激痛になるよーって言って、嘘、嘘でしょって思ったら。アニサキスって、あの、サバとか酒とかにいる、2、3センチの寄生虫なね。で、なんか、それをな、あの、胃の中で、あの、生きてたまあ食べると、胃壁とかを食い破って、信じらんない激痛なのって。で、俺の上司もなったんだけど、それ以来サバ食べられないぐらいトラウマになるんだって。で、 確かに俺その前日の昼に、マス酒のあのマスマスの刺身を食べたのよ。分厚い。なんかマス寿司みたいなやつで。で、多分その中にいたんだよ。で、それが、だから俺夜から体調悪かった。で、もぞもぞ動いてて、あの、今まさに食い破ろうとしてる頃で、で、先生が、あーでもさ、これ、冷凍から解凍したの分かんないけど、動き鈍いね。こっから元気になって食い破るよーって言わて。 ウキウキしてんので、佐久間さん。これね、人間ドックじゃないです。緊急除去手術ですって言い始めて、もうなんか、よっしゃみたいになって、緊急除去手術とバタ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 、バタ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 ってなって、で、なんかあの、あの、エヴァンゲリオンのなんか、人が来た時のネルフみたいになってて、うわーって人が集まって、で、あの、よく見たら、多分研修医っぽいやつもいんね、もう。見学に来てんの。で、 バタバタバタって機材用意して、で、イカメラ、その入ったままやイカメラ。で、そっから、あの、トングの細いやつみたいなやつを入れる手術が始まるわけよ。その場で撮るから。そのイカメラから。だから、看護師さんみたいなとか、オペレーターみたいなとかやりながら、撮るよーつ、つはい、ゆっくり押して。そうそう。山と手前。あ、じゃあ、それじゃあいい、いい、傷つけちゃう。戻して、撮るよ、つって、やってて。クレーンゲーム。<laughs> <laughs> クレーンゲームだよ、もう。 これ100円じゃおもう取れないやつ。で <laughs>、もっと置く、もっと置く、もっと置くって言ったら急に、あれ佐久間さんって言い始めて、なになに今度なにと思ったら、モニターグイッて向けて、2匹いるよって言ったら、<laughs> 2匹いるよやばいよって言って、<laughs> もうね、もうゲームセンター。<laughs> もうショーなのよ。で、テンション上がったおじさん以上のオンステージで、 で、こう押して、押して。よし、一匹取れた。一匹取れたぞ。つって、戻す、戻す。ちょっと待って、今戻してるから。もう一匹、こっちの方が動くなーとかって言って。でもダメだ、これ。食い破っちゃうから、つって。で,で、こうやって最後の方、ちょっと格闘しながら、ガチって掴んで、取ったぞーって言って、もう取ったぞうですよ。浜口サる。浜口サるのテンションで、取ったぞーって言ったら、なんか看護師さんたちも軽く拍手する人もいたりして。 うわーつ、いいもん見たーみたいになって解散したんだけど、俺も、胃の中に15分か20分くらいカメラあるから、もう気持ち悪くなっちゃって、で、その後、回復するに結構時間かかったの。あ,ありがたいんだけど、激痛走んなかったし。で、着替えてたら、そしたら、そのおじいちゃん医者が走って戻ってきて、さくまさんこれほんとラッキーだよ。こんなことないからね、つって。これって言って、何をな,なんか渡されたのアニサキスの記念写真って言われて。<laughs> だから、俺今、アニサキスの記念写真2匹いるやつ持ってんのよ。<laughs> っていう、人間ドックがトラウマですって話。<laughs> テレビ東京の佐久間です。ではメールを紹介していきましょう。えー、ラジオネーム、なんちゃってブラザーズ。おい、アニサキス何やってんだよ。見つかってんじゃねえよ。くっそあと一歩だったじゃねえかよ。これだから今の若いやつはよ。いや、待って待って。アニサキスの親玉、親玉メールくれんの <laughs> ?2 匹だぞ、2匹。 えー、ラジオネームラッコフェスティバル。僕がインディペンデンスデーで好きなシーンは、ウィル・スミスとジェフ・ゴールド・ブラムが宇宙船にウイルスを仕込みに行くため、UFO に乗り込み、いざ出発しようとすると、操作の書かれた紙が逆だったため、後ろにバックしてしまったシーン。わ <laughs> かるよ。いいシーンだよ。いいシーンだけど。だからタイトルコール間違えたこといじってこいよ。<laughs> ペ <laughs> ンデンスへの思い出語ってんじゃねえんだからよ <laughs>、えー。え今日のテーマは下半期に注目していること。リスナーはどんなことに注目してるんでしょうか。ラジオネーム銀南マッパ。イケメンで頭脳を明晰。運動もできるし家も金持ち。もちろんクラスの人気者な、なかなかのハイスペック,ハイハイスペック男な MO くんが、先々週に行われた高校で、球技大会のサッカーでオンゴールを2発かまし、 彼の株価が大暴落しました。このまま M 君が僕のいる最底辺まで落ちてきてくれれば嬉しいです。クラスのみんな、よろしく頼むぜ。<laughs> ああ、高校時代ってさ、ほんのちょっとのミスでね、やるもんね。そうなんだよ。ゲロ一発でもう終わりだもんね。そうなんだよな。まあ、その点ね、最初から低ければね。<laughs> もう全然もう全然、全然何でも大丈夫です。<laughs> だそういう意味で言うと、保たなくていいったら楽だね。えー、ラジオネーム土曜日の釣り竿下半期に注目していることですが、12月に公開予定のスターウォーズエピソード9です。あのスターウォーズシリーズの最終章。これは、3年ぶりの外出の価値ありです。<laughs> あれってことは、エピソード8が最後の外出。<laughs> これ、エピソード9つまんなかったら辛いよね。<laughs> これ、だからあれなんじゃない ?MCU のシリーズとか見れば半年に一回出れるからね。おすすめですよ。あの、スパイダーマンファーフロムホーム、超面白いから。<laughs> おすすめです。MCU も好きになってください。えー、ラジオネーム、かわいっちゃん。僕が下半期に注目しているのは、バイト先の塾の講師仲間の田中くんです。田中くんはいつもとても脇が甘。うわ 田中くんはいつもとても脇が甘く、風俗場と歩いていたところを生徒に見られ、上半期最後の授業でそれを暴露され、これが塾長にまで届き、まさに塾長メタルジャケットを受けていました <laughs>。下半期からの田中くんの信頼脱回編、今から楽しみでたまりません。あーこいつ、今度はラブホから出てくるところとか見られねえかな <laughs>。 熟考ね、熟考は、10代の、18、19でしょ ?18、19のやつらなんで舐め始めたらキリがないもんね。一回あいつら舐められたらもう終わりですよ。<laughs> そうなんだよな。えー、ラジオネーム、シャケトバ。私が下半期注目しているのは、バイト先の玄関にあるツララの成長です。<laughs> つい最近発見しました。 影になっていて全く日が当たらない場所にあって、いつから出来始めたのか分からないのですが、5センチくらいあります。鍾乳洞でもない、東京の地上でツララを見ることがあると思っておらず、これからも温かく成長を見守っていきたいです。<laughs> うわぁ暗 <laughs> でも気持ち分かるな。氷でしょツララって氷でしょだから、影になっててって、そんな、 あ、店内だから冷房効いてんのかなだから霜みたいなやつでしょそのツララを、そのツララ折られたときショックなんだろうな <laughs>。暖かく成長をつららを、ま、をツララを見守っていくのか、まあ、うん、まあいいと思いますよ <laughs>。<laughs> テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間信之のオールナイト日本ゼロをお送りしています。さっきディレクターの石井くんに怒られたあの曲カットなのに曲のタイトル言ったのが説明されてたの。 で、説明されて、オッケーオッケーって俺答えて、そのまま読んじゃったから、お前は三四郎の間と一緒だって言われて。<laughs> 間と一緒か。間いだいやつだからいいや。<laughs> 東京都ラジオネーム、ハンペン侍。僕はごごろうで、稀にレオンやっているのをテレビ欄で発見すると、本当に目を疑います、<laughs> やってるたまにレオンね。レオンだ。 レオンって本当にそういう時に見ると超面白いよね。<laughs> あの、<laughs> たまに見ると超面白いんだよ。えー、ラジオネーム、バラマンディ。僕がハングオーバーで好きなのは、主人公たちがホテルの部屋に帰ってきたら、マイク・タイソンがピアノを弾いてるシーンで、<laughs> <laughs> あったあったあった、ハングオーバーあとマイク・タイソン虎連れてんじゃなかったっけ <laughs> そうだよね。<laughs> いや、だから午後のロードショー膨らましていくんじゃねえっつんだよ。<laughs> 午後のロゴどうしようなあの、夏目さんっていうすごい人が、すごい面白い人がいて、その人がサメ特集とかそういうのやったらしいよ。うん。相当の基人らしいんだけど。<laughs> <laughs> えー、ラジオネームストロール。これテーマメールですね。僕の下半期の楽しみは、ドバイで開催される世界陸上です。僕は競歩をしているので、注目は競歩です。日本人は金メダルを獲得できる位置にいるので、頑張ってほしいです。<laughs> ああ、競歩してるんだ。25歳で。へえ。日本人で金メダルが獲得できる一員の世界陸上って。そんな全然知らないわ。普通に本当に、興味出てありがとう。<laughs> <laughs> ちゃんと興味が出たよ。<laughs> 世界陸上そうなんだなえー、ラジオネーム、杉並のクレイジーボーイ。僕は下半期。 夏にあえて長袖で過ごすと言った友人に熱い視線を送り続け、何としてでも夏が終わるまで長袖を着続けてほしいと思います。<laughs> ああ、わかるわかる。行っちゃったやつね。あと夏にあえて長袖で過ごすっていうのはこれなんだろうこいつ、カッコつけてるってことまあ、小学校の頃の短パンのやつもいたもんね。そういうやつもいるからね。わかるわかる。こいつの心が折れるまでずーっと見続けてほしいよ。<laughs> わかるわ。そうだ。あのー、ラジオさ、俺普通日曜日さ、あの、ラジオ聞いてたの。あの、余分なこととか聞くんだけど、仕事の帰りにラジオ聞いてたら、俺初めてあのラジオ聞いたの。みちょぱのラジオ。みちょぱのラジオ聞いたら、みちょぱの普通たが来てて、悩み相談で彼氏とマンネリで会話も少ないんですけど、どうしたらいいですかって悩み相談来てたの。みちょぱがすげえんだよ。うーん、なるほど。私こういう時の解決を一つしか知らないんだけど、 ラブホがやるくてどう <laughs> いや、俺、みちょぱのラジオ、これからずっと聞き続けようと思ってんだけど。<laughs> テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間信之のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。えー、愛知県、ラジオネーム猫の尻尾さんからメール来てます。私が下半期に注目していることは、ハリネズミとどれだけ仲良くなれるかです。<laughs> 近所の動物園にハリネズミがいるので、ちょくちょく会いに行ってるのですが、なかなか心を開いてくれません。 今はガン無視されているのですが、とりあえず、目を合わせるところから頑張りたいと思います <laughs>。<laughs> これ女の子かなハリネズミと仲良くなろうっつって、動物園まで通ってんのね。シャーって出してんだろうな <laughs>。ハリネズミって、ものすごい目がちっちゃいでしょあと懐くことあんのハリネズミって。あんのかないつかそのトゲが。あの <laughs>、 トゲトゲにならないで。まあ、ただ、あの、ハリネズミと仲良くなりたくて、あの、動物園に帰っている女の子可愛いよね。<laughs> <laughs> 普通に可愛いよね。<laughs> いや、いいと思いますよ、この趣味。えー、ラジオネーム、コマモン。さっき、佐久間さんが、間と一緒にされて悔しいみたいに言ってたけど、あっちは一部でこっちは二部だよ。<laughs> 自分の価値間違えてんじゃねえよ。 まず、相田さんって呼ぶところから始めよう。<laughs> そうだ。そうだった、そうだった。こういう満身がタイトルをゼロ外して言っちゃったんだよ。<laughs> ああ、そうだ、そうだ。うん、俺今日から相田さんって呼ぶわ。予 <laughs> ぼう。ほんと気をつけねえと。一部、一部様だからな。ラジオネーム、凛として野菜ジュース。船長、カンペのコーナーで0.5ミリのコンドームって言ってましたが、 普通どんな活いの使ってるんですかむ <laughs> けてるのどちんこといリアルな方といすげえ敏感なんです。<laughs> 確かにな0.5ミリのコンドームってもう、ものすごいうだもんね。画用紙みたいな <laughs>。画用紙巻いてるみたいなもんだもんな <laughs>。すいません。そうだよ。0.5ミリのコンドーム。 そうか。向けてるのどちんこと言う,うにや、そうなんだよな。いや、だからこういう風に、俺の一番いけない、自分を大きく見せたいんだよ。<laughs> <laughs> 何でも。<laughs> 自分を大きく見せたいところから脱却しないと、パーソナリティとしては成長はないな、うん。ありがとうございます。えー、テレビ東京の佐久間です。 えー、メールを紹介していきましょう。宮城県のラジオネーム、それいけパンマン。さっきの企画書はラブレターのコーナーで、西村京太郎さんがご存命みたいなこと言ってましたが、まて生きてらっしゃいます。と、と川警部ガチデーとして謝罪と熱海にある西村京太郎記念館に行ってください。うわーすいませんいやーちょっと申し訳ない。伝説的な感じで、の流れで話したから、あのー、全然そんな感じで、伝説的な扱いみたいな感じで、存命だったらみたいなこと言っちゃいましたけどね。 本当にこれは申し訳ない。あの、普通に本当に家族で行きます。西村京都乱記念館。すいません。えー、ラジオネーム、パンツの中の宇宙。僕がみちょぱを意識したのは、キングオブコントにサポーターとしてみちょぱが初めて出た時でした。一歩引いたスタンスで、主張をせず芸人を立てる。なおかつ、裏でガンガンツイッターで番組の宣伝をして、しかもそれを本放送で一切触れないという、あの化け物、何たん,んですかね <laughs> みちょぱを褒めるメールいらねえからな <laughs>。いやでもね、ほんと面白かったのよ。みちょぱさんのラジオ。あのー、俺、浅井亮くんが好きだから、浅井くんのラジオ聞いてる流れで聞いてたんだけど、普通にね、め、元あのね、すげえめちゃくちゃだったの。なんか、ハワイ、私最近好きじゃなかったんだけど、 なんか海が汚いイメージがあって、最近行ったらすごい綺麗なんだよね。1年前はもっと汚かったと思うんだけど、つってて。<laughs> 何そのフリートークっていう <laughs>。みちょぱすげえなと思ったんだよ、本当。えー、ラジオネームジャイアントアツヒコ。僕がみちょぱのラジオで一番好きな回は、恋愛したいという気持ちが湧きません的な10代の子の相談に、カッコつけてねえで来いしろ。それからメール送って来い。と、突っぱねていた回です。 これ、みちょぱしか言えなくね <laughs> かっこいいな。かっこいいっていうか、うん、みんなみちょぱのラジオ聞いてんな。<laughs> かっこいいな、みちょぱ。こんな言ってみてえなか、こういうちょっと恋愛相談のメールもいつか読みてえな、俺。<laughs> そうだ、やって失敗したんだ。<laughs> 何にも浮かばなかったんだ。<laughs> やべえ、いつかみちょぱに習おう。<laughs> ラジオネーム、ハニートースト。 ゴゴロウの話題が出たので、ちなみにこれから先はどんな映画やるのかな、と公式ホームページに見に行ったら、明日7月5日は、まさかの超正統派の名作、スパイダーマン2が放送される方です。あれもしかして、ゴゴロウって終わるんですか <laughs> そうだよね。ゴゴロウ最終回だよね、スパイダーマン2なんて。侍美のスパイダーマンでしょ面白い、<laughs> 超面白いやつ。 あれは素晴らしいよ。えー、今日のテーマはですね、下半期に注目していること。リスナーはどんなことに注目しているんでしょうかラジオネーム猫の尻尾。私が下半期に注目していることは、どれだけ検証に当選できるかです。私は今、本気で応募しまくったら、どれだけ検証に当選できるかということにチャレンジしています。ちの、ちょうど昨日、VR ゴーグルが当たったところなのですが、この半年で、どれだけいいものが当たるのか、 とても楽しみです。え、すげえ、すげえな。VR ゴーグル当たるって相当すごいよね。俺、俺ねえな、抽選で当たったこと。中1の時にパトレイバーの DVD が当たったのが最後。30年前。<laughs> それから何、何送っても当たったことねえな。こういうのと当たる人と当たらない人も全然違うんだよね。あと、なんかこう、検証に当選するっていうのはさ、 検証っていうのはあれ何,何なの？あれ、クロスワードとかそういうこと、そういうのもあるってことでしょ？それすごいよな。